この試合両チーム通じて1本目のコーナーキック、左利きの新井は低いボールを選択、流してディサロー、前半3分でアウェー北九州が先制です。今シーズン4点目とプレーをものにしました。もう一度見てみましょう、低いボールを選択、うまく寺岡がフリックで流したところ、ディサロが飛び込んできたというこのシーンです。完全にフリーでした。しっかりと2つ目のチャンスはものにしました、ディサロアキラシルバーの